熊本同点のチャンス。PK を蹴るのは佐野翼。決めてきました、同点1対1。佐野は2試合連続ゴールです。56分のゴール、競り合いでファールを受けて、そして自ら PK を沈めました。佐野2試合連続のゴールです。落ち着いて右隅に決めました。時間は56分。